今日は法学部3年和田くんの荷物紹介やっていきます。イエイ。正直そんなに面白くないかなと思うんですけど紹介していきます。まず法学部といえばなんですけど、これですね、ポケット六法出ました。ご存知ですかね。六法って元々六法全書って聞いたことあると思うんですけど、あれ本当分厚すぎるんで、すぐに持ち運びはできないんですよ。なんで、ポケットサイズではないんですけど、ポケット入らないんですけど、ポケット六法って名前で、ちっちゃいサイズの六法があります。令和4年って書いてあるんですけど、はい、毎年買うんですかこれ、サブスクですか。そうなんですね。実はこれ、毎年買っていて、会社法とか、金融商品取引法とか、あの辺って、本当毎年改正されている分野なので、買い替えないとついていけなくなっちゃうんですよね、あの授業に。なんで、これは本当に毎年変えていて、秋ぐらいになると令和5年度が出るんで、また秋になったら令和5年版を買います。ペットロッポって消耗品なんですね。そうなんですよ。それも実は自分2冊持ってて、ペットロッポ。なんでかっていうと、1冊は書き込み用。書き込みたいんで、書き込んで勉強したいんで書き込み用と、もう1冊はこれみたいな感じで書き込まないやつ。なんでかっていうと、書き込んじゃうとテストで持ち込めないんですよね。あ、テストでこれ見れる？あ、もちろん見えます。これ見れたら完璧なんじゃないかって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、そんなことないんですよ。甘くないですね。甘くないです。あとは、これですね。民事訴訟法の判例百選と、また出ました。刑事訴訟法の判例百選。これは何なんですか？これはですね、判例百選といって、判例っていうのは裁判所が出す判決みたいな感じですかね。皆さん分かりやすいのは。それが大事なのは100個載ってるって感じなんですけど、これによって何が大事かっていうと、大事な判例を見ることで、この6法の方を見るだけじゃ、すぐにそれあんまりどういうことを言ってるのかってよく分かんないんですね。なんでこっちの判例を見ることで、条文の理解になってるのか結構助かるって感じになっています。これだけだと理論だけだから、実際にどんなのがあったかなって分析をさせるかなみたいな。そうです。おっしゃる通りです。あとはですね、教科書ですね。会社法の教科書と、あと、民事訴訟法の教科書を今日持ってきてます。こんな感じですかね。あとは、これです。憲法の教科書。芦部先生が書いてる、めちゃくちゃ有名な憲法の教科書なんですけど、これも使っています。教科書にはどんなことが書いてあるんですか？かなり事細かに書いていて、これさえ読めば、この科目の法律については、マスターできるよってぐらいの細かい内容が書いてあるので、使い方としては、出演授業を聞いて、復習するときにどういうことだったんだろうって分かんなくなったら、その箇所をここで当たって探すみたいな感じで使うことが多いですね。これが教科書。なるほど。これが教科書ですね。でこっちは判例用。こっちが6法なんです。大体この3つなんですか、法学部の。そうですね。使うのは、その判例、教科書、6法。これ3つがまるで大事な感じになってます。授業は教科書メインで。授業はそうですね、教科書はあんま使わなくて、実は結構レジュメを用意してる先生が多いので、レジュメを見て勉強して、分かんなかったらこっち使うみたいなとか。こっちはほとんど使わないんですよ、実は。こんなに分厚いのに。こんなに分厚いのに。テスト前にちょっとチラッと見るぐらい、結構コスパ悪いっちゃ悪いんで、そうですね、メルカリとかで買うのがおすすめです。あとは捨て開け箱とか、あとは財布とか、これですね、パソコンです。中にパソコンが入ってるんですけど、大学生といえばパソコンめちゃくちゃ大事じゃないですか。通信ですよね。レジュメとか見るときにこれ使わないといけないんで、あとレポートの提出とかも、普段は高校生の皆さんはあんま使わないかもしれないですけど、レポート提出にもパソコンは必ず使うって感じになってます。これはもう分離共通でも絶対必要なんで。そうですね。あとはこれですね、薬と歯磨きのセットな感じやってます。なんか、自分が結構その、ビル持ちなんで、すぐに飲めるように薬、頭痛の薬とかもあったりとか、あと、乗り物用の薬とか、いろいろ薬を入れてるのと、あと急遽なんか、友達の家に泊まるとかなった時に困るんで、歯ブラシと歯磨きのセットを持っています。あとはですね、乾燥庫とかも入れてます。よいしょですね。そうなんですよ。あとはもうティッシュとかですね。ティッシュとか。もうこんなもんです。はい、以上です。結構、法学部の荷物は、重いんですよ。ポケット6本もめちゃくちゃ重いですし、教科書類も重いんで、かなり大変なんですけど、これは普段結構基本的に持ち歩いてる感じになります。以上です。今日の授業が面白いと思った人は、高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリでは、ウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから、勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。